こんにちは、ドクター熱血です。さあ、なんかこれ3回目じゃないですかね、もうすでに。激突死神軍団チャレンジクエストですね。難しくなってるとかじゃなく、普通にまた再録なんでしょう、きっと。書いてないけど、まだいつものでしょ。はい、サクッとサクッとクリアしましょう。無月イチゴだけで。より早くなったんじゃないかな、これで。今までよりも。あー、キスケ欲しいな。始めようぜ。強攻撃を移動技として使うっていう。間違いなくボスは無月一発だ。行ける必要ねえだろ。お前に出て行く。50秒。前もでもこんなもんだった気がするな。次、今まではさ、ボスの必殺技を受けないようにとか言ってたけど、多分無月連発すればどんなボスも行動させることなく終わりますね。最後だけ無月打ってボムを取ると若干連射が効かないんで、先にボムを開けてから無月連発かな。先に取っとけば連発は間違いなくできるんで。始めようぜ。行く。どんどん行くぜ。覚醒のおかげでおそらく移動速度が上がってるから、その分だけ速くなると思うんですよね。失敗したな。ここで使うべきじゃなかった。いやー、天身体に攻撃30をつけてーなー。実験ここでやってれば、はい、今までより絶対早くクリアしたい。5分だろう。
最後も1分以内、まあ1分10切りたいな。全然前回までのタイム覚えてないけど、目標1分10秒始めようぜ。ああそうか、これあれだな、リンクとか全然何も考えてなかった、いつも通りな形になってるな。強攻撃アップつけてるんで、俺の場合強攻撃対応してかないと多分ダメですね。ギリギリだった。これはめんどくさい。もうどうしようもないよ。さすがやっぱ一撃じゃ倒せねえな。ボスが圧倒的に速いんでね、無月は。2分10秒ですね。はい、まあこんなもんかよというとこですかね。はい、3分は切りました。以上、ドクターネットでした。お疲れ様でした。